おはようございます。日本語読学者の吉田です。今日は1年以上ぶりで撮影をしています。まあ、横文字のやつはね、以前出したこう動画にコメント欄でタイトルだけでも英語につけといてくれってことで出してますけども、新たな撮影するのはもう1年何ヶ月ぶりかな。本来はもう2400いったらやめようかなと思ってたんですけど、また新たに運動基礎理論の本ができたら今年中に出版したいと思いまして、まあそのためにもね、参考になるようにこれからぼちぼちと取っていきたいと思います。最初のコメントなんですけども、コメントで質問がありまして、ボクシングのパンチでどういうふうにしたら、どういうところを気をつけたら強いパンチが打てるのかということで、その解説をちょっとしたいと思います。基本的にはボクシングのパンチじゃなくてもどんなものでもいつも言ってるように同じなんでね、ただボクシングっていうかどういうふうにして打ってるのかっていう切り口だから説明していきます。まず大切なことは、叩くときに、以前の動画でも説明してますけども、正しい姿勢を取るってことね、止まってて上手で、顎を引く、腰を膨らませて顎に背骨をまっすぐ使うってこと。猫背で興奮してやると、パンチも腕の力だけになっちゃうんで、その一つとして、例えば普通にダラダラした状態、姿勢作らないでこのままでね、こうやって引く、おっつける。でここで姿勢作って、ここ膨らまして顎を引くね。顎を引けっていうのはこう引くっていう意味じゃなくて、肩の上に耳を乗せるようにして引くっていう。そしてこれで固定、力で固定するんじゃなくて姿勢で固定されるね。この姿勢を取るとここ膨らませてね、顎を引いて、でこれと動きがさっきよりブレがなくなるもんね。姿勢でブレないんですよ。そのブレないような姿勢を使ってこう叩くんじゃなくて、姿勢をブレない姿勢を使って、あと膝でバーンと叩くっていう形で、大切なのはまずいろんなテクニックはあるでしょうけど、私もボクシングはあんまりほんの一時やりましたけどね、当時もう随分何十年も前なんでね、私も登録したら北海道チャンピオンだったんですけども、体重が重たいということで、ただ対戦相手がいないって、ね、それでちょっとやめちゃったんですけどねまあそんなことは関係ないけど、ちょっとだけ経験したっていう意味でね、ここでこう必ずまっすぐ、ね、だからこのままこうして打たれた時も顎ちゃんと引いてると、こうやって出してるとこれね、首回っちゃうんで、顎を引いた状態でしてへそと一緒に叩く、手だけでこう叩くにはへそと一緒に叩く、とにかくこの姿勢をこのまま動いて、膝で動いてパパンパンという形でするっていうことですね。まあその大切なところは今まず一番の大切なところですね。姿勢を作る、背骨をまっすぐにして腰を膨らまして、ここね、で背骨の肩甲骨をぐっとへこまして、それをすることによって顎が引かされるんでね、そこを気をつけてやってみてください。今日はこれで終わります。